しくお願いします。よろしくお願いします。デザインどれにどれがいくか、とりあえず一個ずつ見てみようか。これで、はい、じゃあ最新で最新でいこうか。次これ色テント、はい、何色が好き？紫が好きなんですけど、やっぱ好みすごい分かれる色なんで、ちょっとアンパイな色でちょっと可愛らしく、まあ、とりあえずピンクとかピンクとかでいく？入れたら可愛くなるんじゃないかなと、じゃあピンクとか入れようか。はい、 OK、 どう？可愛いです。 OK一回ちょっと紫で作ってみていいですか？そうそう、いいよ、作ってみようか。はい、結構ビクタスの選手ってみんなね、今契約選手若い子多いから、何だろう、木原さんとか、はい、おじおさんとか、はい、じさんさんとか、はい、似合う。なんか明るい色似合いますよね。ね、似合うね、はい、そう、みなみも今黄色着てるから、はい、黄色が似合うかな。どう？いいと思います。いいと思いますか、はい、じゃあこれにしようかな。最後マークの色、白と黒、白の方がいいです。可愛いかな、白の方が、はい、じゃあ白にしよう。すごいね、いろんな書体が選べる、うん、可愛い、はい、中身に合っていきます。みんな来てくれるのかなと思それだったら入れるけど。どれがいいとかある？なんかいっぱい可愛いのあるから、はい、おお、全然雰囲気違う。うちで全然雰囲気変わる。はい、どう？可愛い？はい。じゃあこれにしようか。はい。はいはい、完成でーす。こんな感じで。さっきも色決めるとき話し合ってたんですけど、まあ、若い契約の選手たちもたくさんいるし、みんなそういう子たちがなんだっけ、イケイケ、はい、イケイケに見えるようにピチピチの若さを、そう、可愛さとピチピチの若さが出るようにピンクと黄色にをしてみました。黄色とかのユニフォームってあんまり着たことがないので、私自身もちょっと着てみたいなって思うようなデザインになったのかなって思います。簡単、デザインは簡単だと思います。あとは好みがどうかってすごい選べる色がたくさんあるので、はい、そういう意味ではちょっと迷うこともあるかもしれないけ
ど、それもでも楽しめると思うので、はい、すごいいっぱい幅がある、個性あるユニフォームができるかなと思います。皆さんぜひ使ってみてください。